皆様こんばんは。日本怖い話へようこそ。この番組は日本の古今東西南北の怖い話をご紹介していく番組です。怖い話案内人の佐奈美優子とアシスタントのこけしです。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。というわけで本日はこちら、小泉八雲のいざなう異世界です。クワイダンという本のタイトルも載っていますけれども、小泉八雲、もともとはラフカディオ・ハーンといって、1850年にギリシャのレフカダ島に生まれた方です。お父さんはアイルランド出身の軍医、お母さんはギリシャの出身ということで、当然外国籍の方です。19歳でアメリカに移民しまして、そしてジャーナリストとして仕事をし、日本の文化や古事記に関心を持って1890年に日本に来ました。そして日本の島根県で英語の教師などを経て、そして小泉節さんという女性と結婚します。そして日本に帰化して、日本のいろいろなお話を集めました。中でも小泉八雲はこの日本の怪談が大好きで、先ほどご紹介したようにこのような怪談というタイトルの本を書いているんですけれども、これがまた一つ一つとっても不気味なんですよね。ただこちらがですね、ただ不気味で怖いねというだけの話ではなく、どこかにこの日本の悲哀さだったり思いやりだったり、そんなものをたくさん集めているんですよね。たくさん怪談という本出てるんですけれども、そうしたさまざまな日本のいい話を集めたものでもあります、小泉八雲の怪談の中から。今日ご紹介するのはこちら、茶碗の中です。もちろん小泉八雲、こちらの本は全部英語で書いていますので、英語の原文はIn a cup of tea、そう、茶碗の中でどんなことが起こるのでしょうか。それではお話をお聞きください。まずですね、こちらの話、いきなり物語から入るのではなくて、小泉八雲の自分の感想や解釈から入っています。ではその解釈をお聞きください。読者の皆さんはどこか古い塔の階段を上がって、真っ暗闇の中をまっすぐにその階段を上っていって、さてその真っ暗闇の中に蜘蛛の巣のかかったところが階段の終わりで、あとはもう一歩踏み出すと真っ逆さまに落ちてしまうということを想像したことはありませんか。あるいは絶壁に沿うて切り開いてある海沿いの道をたどっていって、一つ曲がるとまたゴツゴツした断崖になっているということを見出したことはありませんか。こういう経験の感情的価値は文学上から見ると、その時、起こされた感覚の強さとその感覚の記憶の鮮やかさによって決まります。ちょっと文学的な書き方をしているので、少しこの部分は難しいんですけれども、先を読んでいきましょう。日本の古い話本に今言ったこととほとんど同じ感情的経験を起こさせる小説の断片が不思議にも残っています。多分作者は武将だったのでしょう、あるいは出版社と喧嘩したのでしょうか。いや、ことによれば作者はその小さな書き机から不意に呼ばれて机の前に帰ってこなかったのか、あるいはその文章のちょうど真ん中で死神が筆を止めさせたのか、とにかくなぜこの話が結末をつけないでそのままになっているのか誰にもわからない。私はその中の一つ代表的なのを選ぶ。そう、つまりここから出てくる茶碗の中というお話は、ちょうどいいところで話が止まってしまっているんですよね。それをなんだこの中途半端はと思う解釈もできるのですけれども、むしろだからこそこの後の結末に想像力をさまざまにかきたててしまうということもありますし、もしかしたら作者はその途中で死んでしまったのではないかという、物語だけではなくその物語の背景にすら何か想像力をかきたててしまう、そのようなことが感じられる作品であるということを小泉八雲は解説しているわけです。確かにそうですよね。真っ暗闇の階段を上っていって、突然そこで階段が終わってしまったら、まさに中途半端
でもありますし、またそのような断崖の海沿いを歩いていて、どこまで行っても同じような景色が続いているのでしたら、もやもやした果てしなく続くような感覚が残る、まあ、そうしたこう広い宇宙を感じさせるような作品であるということを解説しているわけです。では早速物語に入っていきましょう。伝和4年1月1日、すなわち今から220年前、もちろん小泉八雲が書いた頃から220年前です。中川の佐渡守が年始の改例に出かけて、江戸の本郷白山の茶店に一行と共に立ち寄った。今の私たちで言いますと、こう初詣に行った帰りということでしょうか。さあ、一同が休んでいる間に、家来の一人の関内という名前の若い侍があまりに喉の渇きを覚えたので、自分で大きな茶碗に茶を汲んだ。さあ茶を飲もうとするときに、不意にその茶碗の茶の中に自分のでない顔が映っているのが見えた。びっくりして辺りを見回したけれども誰もいない。茶の中に映った顔は髪や格好から見ると若い侍の顔らしかった。不思議にはっきりしてなかなかの高男子で、女の顔のように優しかった。それからそれが生きている人の顔である証拠には、目や唇が動いていた。この不思議なものが現れたのに当惑して、関内は気持ち悪いなと茶を捨てて、司祭に茶碗を改めてみた。それは何の模様もない安物の茶碗であった。関内は別の茶碗を取ってまた茶を汲んだ。するとまた顔が映った。関内は新しい茶を命じて茶碗にまた入れると、今度はその顔があざけりの微笑みをたたえて、もう一度不思議な顔が現れた。しかし関内は驚かなかった、何者だか知らないが、もうそんなものに惑わされはしないとつぶやきながら、関内はその顔も一緒に飲んで、そして出かけた。自分ではなんだか幽霊を一つ飲み込んだような気がしないでもなかった。さあ初詣が終わって帰ってきました。その日の夕方遅く、佐渡守の邸内で当番をしている間、その部屋へ見知らぬ人が音もさせずに入ってきたので、関内は驚いた。この見知らぬ人は立派な身なりの侍であったが、関内の真正面に座って関内に軽く一礼をして言った。私は式部平内というものでござる。今日初めてお会い申した。あなたはそれがしを見覚えならぬようでござるな。はなはだ低いが鋭い声で言った。関内は、ああこの前の人は茶碗の中で見て飲み込んでしまったあの気味の悪い美しい顔、例の妖怪を今目の前に見て驚いた。あの妖怪、怪異が微笑んだ通り、この目の前の顔も微笑んでいる。しかし微笑んでいる唇の上の目が動かずにじっと見つめている姿は挑戦的であり、同時にまた侮辱的でもあった。いや、見覚え申さぬ。関内は怒って、しかし冷ややかに答えた。あ、それにしてもそなたはどうしてこの屋敷にお入りになったのかお聞かせを願いたい。ここで小泉八雲の中が入ってますが、封建時代にはこの諸侯の屋敷というのは、夜も昼もともに厳重に守られているわけですから、警護の武士の方に許すべからず怠慢でもない以上、案内もなく入ることはできなかったんですよね。それなのにその怪しい式部平内がスーッと屋敷の中に入ってきたわけで、当然関内もびっくりしてしまうわけです。さあその怪しいものは言います。ああ、それがしに見覚えなしと仰せられるのですな。その客は皮肉な調子で少し近寄りながら叫んだ。いや、それがしを見覚えがないとは聞こえぬ。
今朝それがしに非道な害をお加えになったのではござらぬか。関内は恐怖を感じました。そこで唐突ですが、帯の帯刀を取ってその男の喉を激しくつきました。しかし少しも手応えがありません。同時に音もさせず、その侵入者は壁の方へ横へ飛んで、そうして抜けていったのです。壁には体質の何の跡も残していません。ちょうどろうそくの光が暗道の神を透き通るようにそこを通り過ぎました。関内がこの事件を報告した時、その話は侍たちを驚かし、また倒幕させました。その時刻には邸内では入ったものも出たものも見られなかったのです。それから佐渡守に仕えているもので、式部兵内の名を聞いているものもありませんでした。その翌晩、関内は非番であったので両親と共に家にいた。夜遅くなってから面談を求める来客のあることを取り継がれた。関内が刀を取って玄関に出ると、そこには3人の武装した侍たちが立っていた。3人はうやうやしく関内に敬礼してから、そのうちの一人が言った。それがしとは松岡文吾、土橋久蔵、岡村平六と申す式部兵内の殿の侍でござる。主人が昨晩ご訪問いたした節、貴殿あなたは刀で主人をお討ちになった。主人の怪我が重いから養生に湯治に行かねばならぬ。しかし来月16日にはお帰りになる。その時はこの恨みを必ず晴らし申す。それ以上聞くまでもなく、関内は刀を取って飛び出し、客をめがけて前後左右に切りまくった。しかし三人は隣の建物の壁の方へ飛び、影のようにその上へ飛び去った。それから…そう、ここで話は終わっているのです。そのことを消化不良になったのか、小泉八雲はこう解説しています。ここで古い物語は途切れている。話の後は何人かの頭の上に存在していたのだが、それは100年この方忘れられている。私はいろいろそれらしい結末を想像することができるが、西洋の読者に想像に満足を与えるようなものは一つもない。魂を飲んだ後のもっともらしい結末は自分で考えてみられるままに任せておくとのことです。ああ、なるほど。ちょっと戻りますけれども、先の方で小泉八雲はこう言ってましたね。読者の皆さんはどこか古い塔の階段を登って真っ暗闇の中を上がっていく。そうすると階段が終わって真っ暗闇に落ちてしまう。つまりこの部分は小泉八雲にとっては一番話が面白くなってきた、これからどうなるのかとワクワクした瞬間に話がぷっつり途切れてしまって、とても中途半端な思いを味わわされたわけですね。そうしてその後、一体この後どうなるんだろう、ああなるのだろうか、こうなるのだろうかと妄想は尽きない。つまりここに書いてあります、あるいは絶壁に沿うて切り開いてある海沿いの道をたどっていって、一つ曲がるとまたゴツゴツした絶壁になっている。つまり行っても行ってもその妄想は終わらない。そう、結末がないのですっきりしないというわけですね。そのことを西洋の人たちはきっと解釈できないであろうと言っていますけれども、この話を読んだ西洋の人たちが英語で読んで、ああ一体続きは何なんだ、気になる気になると言って一生懸命頭の中で結末を考えている様子を見ると、まあ、少しお気の毒のような気もしてしまいますけれども、まあ、このようにぴったりしっかりと解釈がなされないでブツッと結末がなく終わってしまうことに小泉八雲が当惑した、そんな茶碗の中、皆様は一体どうなると思いますか。式部兵内はその魂を関内に飲み込まれてしまい、そうしてさらに喉まで疲れてしまい、散々な目にあったわけですが、この結末はどうなるか、皆さんもぜひご想像いただきたいと思います。出典はこちらです。興味がある方はぜひご覧ください。それではご覧いただきありがとうございました。また来週も日本怖い話でお会いしましょう。さようなら。